試合結果をお知らせします。柔道男子100キロ級神奈川県警察古田選手対大阪府警察堀田選手の試合は神奈川県警察古田選手の勝ちとなり、決勝戦進出が決まりました。試合結果をお知らせいたします。剣道第4試合場女子の部、北海道警察吉田選手対大阪府警察松永選手の試合は北海道警察吉田選手の勝ちとなりました。試合結果をお知らせします。柔道男子無差別級岩手県警察橋本選手対茨城県警察岡野選手の試合は岩手県警察橋本選手の勝ちとなり、決勝戦進出が決まりました。剣道第1試合場女子の部、兵庫県警察味坂選手対京都府警察長澤選手の試合は兵庫県警察味坂選手の勝ちとなりました。試合結果をお知らせします。
県警察五十嵐選手の勝ちとなり、決勝戦進出が決まりました。大阪府警察川口選手の勝ちとなりました。